君たちか。まだ我々の方では有力な情報はつかめていない。もう少しかかりそうだ。情報なら得た。ジルファは近いうちに処刑される。連中の本部前の広場でだそうだ。なんだと？それが本当ならいつになく早いな。それだけ彼を危険視しているということか。助け出したい。力を借りたい。簡単ではないが、なんとか考えてみよう。広場でやるからには、おそらく事前に告知があるはずだ。それまでに。蛇の目だ！囲まれている！なんだって？まさかこいつらが。よさないか！みんな、応戦だ！メネック、俺たちも戦う！いや、君たちは先に脱出するんだ。リーメル、わかるな？うん、奥の地下水道だね。しかし、他領から来た君たちをここで失うわけにはいかん。心配するな。少々時間を稼ぐだけだ。後で連絡する。さあ、行きたまえ。町の下にこんな通路があるなんて、もっと不潔かと思ったけど。リーメル、ここは安全なのか？いざって時の抜け道だから、そのはずだけど。そう都合よくいかないようね。なら後から脱出してくる連中のためにも、せいぜい減らしてやるさ。行こう。俺たちが来た途端敵が、やっぱり俺たちのせいなのか。考えるのは後だよ。早く逃げないと。町の外からの抜け穴といい、どうしてこんな通路があちこちにあるのかしら。蛇の目が人目を避けて移動するためというわけでもなさそうだけど。遺跡じゃないよな。リンウェル、知ってるか？下水だよ。地下にあるのは凍らないようにするためだけど、大きな町なら別に珍しくないよ。そうなのか。カラグリアには下水とかなかったの？知ってる限りではな。汚物だろうがなんだろうが、不要なものは全部燃やしてしまうような国だった。奴隷の死体すらだ。燃料にもならないのに不思議だったな。あれも精霊力を取り出すためだったのかもな。すまない、こんな時にする話じゃなかった。Oh, I see it!
この素材、武器に使えそうね。
ぞ。決めて恐竜たち動かない。次は誰の相手。上出来ね。体勢を立て、直すか。これ大丈夫かな。この爪にできるから物に
も頑張って戦うよ。この地下道の住人か。きっと蛇の目どもの仕業だよ。グズグズしている暇はないわ。こんな大物が待っているとは。何としても逃がさないつもり。みんなのためにも倒さないと。どうよ炎よ、早く弾まぎれよ。弱点を狙いましょう。炎よ、ま、ごめん。火の精霊術よ、ストライク。その前に宿って。炎よ、ま、ごめん。やるよ。火の精霊術よ、ストライク。倒れろ。炎よ、見てるかい。炎よ、火の精霄術よ、バーンストライク。炎よ、炎よ、巻き込め。戻しとこ。火の精霊術よ、バーンストライク。まだ終わらないよ。炎よ、巻き込め。火の精霊術よ、火の精霊術よ、バーンストライク。火の精霊術よ、叩き潰す。バーンストライク。炎よ、止まれている。ウーグルが出てきた。落ち着いて対処なさい。バーンストライク。火の精霊術よ、バーンストライク。自分の音なら私が。ここで使ってやる。死ね、滅天使。終末の一つ高い。無駄よ、やる。傷を治すわ。ラストイズ。どういうこと。ファーストエイド。倒れろ。治癒の術よ、ランパクロ。みんな唱えるんだ。火の精霊術よ、傷を治すわ。ファーストエイド。ダナの霊という文化もない。メナに重要なものは精霊力を。叩き込む。やったか。完璧だね。火の精霊術よ、バーンストライク。宿って、さっきよりも手強い。動きが違うな。気をつけろ。やれるぞ。炎よ、マッコを発しろ。本気になったみたい。炎よ、なっ。まおう。やれるよ。火の、あの動き、大当たりするぞ。
無茶はするな。大したことないわよ。宿って傷を見る。仲間を奪ったな。宿って死ぬの必要。バッドエッグ。使い手がいなくなっては拒む。リバイクストップ。宿って私が止めるよ。バッドエッグ。かなり追い込んでいるぞ。まだ気を抜かないで。何があるかわからない。傷を治すわ。いいっす。投げ払う。やかよ。今が攻めどきね。魔王を得にか。私に任せて。逃さない。倒れろ。健康。どういうこと。自由の必要に。大王です。ヤマテロン。傷を治すわ。変身になったみたい。これで終わりだ。急ぐわよ。大丈夫か？ブレゴン、なんでここに？蛇の目の襲撃があったと知らせを聞いたんだ。それでもしやと思ってな。ここもいつ蛇の目が来るかわからない。安全なところに行こう。残った連中は大丈夫だろうか？メネックが何とかすると信じるしかない。急げ、こっちだ。こういう場所をいくつも持っているのか？蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり？ジルファを助けるんだよね？ああ、もちろんだ。問題は居場所だが。おい、見てくれ。今の例のジルファのことか？どういうこと？フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。
いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう。本部前の広場だ。どういうことだ。なぜ急に処刑が早くなった。落ち着きなさい。情報が少なすぎる。メネックたちがどうなったかもわからないのに。クソ。ねえ、ジルファもみんなも大丈夫だよね。とにかく今は広場に急ごう。公開処刑はこの奥か。何をしているか、貴様ら。国内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。まさか論文士の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルファ、大丈夫だよね。ああ、早く助けて助け出そう。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。ごめん、交代する。援護要請。交代さない。まずは私が妨害を頼む。交代装填中。危ないと見ておく。その記念日サカン。やめろ。ガッティネイル叩き込む。見えたくないから。出ると決めて。入水の願い。これで終わりだ。くそ、次から次へと。ジェルファー、
我が秩序のもとに生きることを許されし、全ての者に命ずる。我スルド、ガナベルト、ファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かならそれを隠し通せると考えたも愚か。全てのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突き、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと思う。お前の仲間はどこにいる？それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみよう。そろそろ舌も折れてきたのではないか。何を話せばいい？まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言う奴がいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。
もう俺は今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい、本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー、お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト、マスターコーンの輝きは、これはメネック。もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア、一体。おやじ！マスターコア同士の共鳴とは、これはしたり。ご苦労だった、下がれ。それじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアのツルド、ガナベルド・ファルキリス。エナのスルドがガナの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見える。ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長気にやむな諸君、皆ここで死ぬのだから。守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい、死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。
逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電は済まい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ、一刻も早く隠れ家に行こう。目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル、ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから…ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、なんだろう。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょうね。いいかな、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ家だ。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。
言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。守りが固い、盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ、そういうやつは正面から殴ったって大体防がれちまうだろ。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃねえけど、硬いもんをぶち割るのは得意なんだ。力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。ありがとうよ。ま、今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつのスラだけどな。その機会ならすぐ来るさ。